アーリースタのチャネリングメッセージ、FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは、アーリースタです。この番組は高次元の存在からタロットカードを通してメッセージを受け取りお伝えする番組です。高次元とは神様、仏様、ご先祖様など見えない守護の存在のことを言います。普段お仏壇や神社仏閣などに行った時に手を合わせてこちらのお願い事を伝えていると思うんですけれども、それとは逆に高次元の存在もこっちの話も聞いてよと言っているんですね。で、その高次元からのメッセージをタロットカードなどを通してお伝えしていきたいと思います。はい、では本日出演していただくカードさんのご紹介をしていきます。はい、まずは龍神様カードですね。はい、と、いつものルノルマンカードと、ホワイトヌーメンさんのカード、はい、よいしょ、はい、とネフェルタリさんカードですね。はい、出ているカードとかもね、ぜひご覧いただきたいので、 FM 那覇さんの YouTube なども合わせてご覧いただくと楽しいかと思いますので、よろしくお願いします。はい、では本日のチャネリングメッセージを早速お届けしていきたいと思います。ではですね、まずはホワイトヌーメンさんのカードから、テーマですね、テーマをもらっていきたいと思います。もうかなりね、沖縄本格的に雨がすごいですね。今収録日がですね、6月13日なんですけれども、前日かな、前日になんか首里の方で雷が落ちたとかっていうニュースもやってたぐらいね、すごかったらしいっていうか、すごかったですね、雷とか雨もすごくて、うちの前も、うち富城なんですけど、大雨降るともう道路プールなるんですよねプールなって、子供たちがもう夜から大騒ぎして、プールだプールだとか言ってねもうなかなか見られない光景というか、まあ、年に 1,2 回はあるかなって感じですね。皆さんも被害などないといいなと思いますけれどもね。水がなかったらないよないよって騒いでね、この前までダムの貯水率の心配をしてたんですけど、なんかこの間のニュースでもうオーバーフローしてるっていうニュースをやってましたね。はい、なんか神様的にはもうどっちよみたいな感じなんでしょうね。はい、ではリーディングしていきます。まずペンタクルスのキングの聖一、とファイブオブカップスの逆位置が出ました。そうですね、テーマなんですけれども、なんかお金は失うものだよっていう言葉が入ってきましたね。お金は失うものだよ。まあお金っていうのはこの世界で生きているうちでしか使えないものなんですけど、もちろん収入があってそれを使っていく。そう、私もいつもなんか感じてたのが、収入がある日って、まあ、普通に働いてて、た時なんですけど、収入って1日じゃないですか。
まあ、毎日働いてその分を1ヶ月に1回もらうっていうのが大体の人はそうだとは思うんですけど、収入って1回だけど払うのって毎日あるなみたいなってなんか思ったことがあって、目に見えないね収入を毎日やってはいるんですけど、それが1ヶ月に1回っていうだけで、でもなんかそういう実感がないので、収入は1回なのに払うのは毎日だなみたいなことを感じたことがあって、でなんかお金を払うことってちょっと身を切る思いというかなんかそんな風に感じたことがあったんですよね。まあ今もなんですけど、なのでなんかあんまりできれば使いたくない的な感覚というか、に陥る時があるんですけど、ここで今カードさんが伝えてくれているのは、お金は失うものだよってことを言っているので、まあ、そういうことがテーマになっていくってことなんですね。はい、テーマがお金は失うものだよと言っています。ではなぜこのようなテーマになったのかっていうのを龍神様のカードから聞いていきたいと思います。はい、幸運龍様光のギフト、はい、こちらが出ました。生命の光を受け取るのじゃ、いらないものは手放すのじゃ。そうですね、このいらないものは手放すのじゃっていうので今ピンときたんですけど、やっぱお金よりも命の方が大切なんだよってことを言っていて、まあそれって誰もが知ってる当たり前のことだと思うんですけれども、意外とその直面に、この持ち合わせた時とかこの直面に立った時に、いやお金ないからで何かこの例えば病気の治療を諦めたりとか、なんかすることがあったりすると思うんですよね。とかあとは最近私感じたことなんですけど、なんか今年去年かな、去年がもうなんか過去最低でこの出生率が悪かったとかっていうことをニュースで見たんですけど、やっぱね、子供を産み育てることってすごく大変なことでっていう情報だけが入ってきてて、それに踏み切ることができない人がきっと多いんだろうなと思ったんですね。このぜひこのね、子供を産んで育ててっていうことをやることで、その世界がつながっていく、未来がつながっていくんですけど、大変とか、きついとか、収入面に不安があるとか、そういう理由で子供を産まないって決めた方とかのに対してのテーマだと今思うんですよ。なんかそういうことで躊躇してしまっていること、その出産とか子供を産むっていうことに対してですね、で結婚したりとかっていうことに対してお金の面でこの懸念されるっていう、もちろん大切なことだと思うんですけど、無計画にとか無責任に子供を産むことはできないって思っている、このしっかりとした考え方もあって正解だと思うんですけど、踏み入れてみないとわからない未来もあると思うんですね。なのでその今この龍神様が伝えてくれているのが、そのお金を使うっていうこと、命よりもお金を使うことが大切、命が大切だからお金を使うことが必要なんだよってことを言っているんじゃないかなって思います。いらないものは手放すのじゃっていうことなので、
お金がいらないとかじゃなくて、その命のためにお金を手放す、お金を使うっていうことですね。はい、なかなかちょっとね、耳が痛い話だなっていうところもありけりな感じもするんですけどね、もうちょっとなんかソフトにソフトになんか言ってくれないかなって思ったので、ちょっともう少しカードさんからお話を聞きたいなと思います。そう、このわからないことに対してお金を使うことを怖がらなくてもいいっていうニュアンスのメッセージも入ってきてるんですよね。不安というものはこの自分で作り上げてしまうものなので、その自分で作り上げてしまった不安というものにとらわれないでほしいっていうメッセージですね。なので、その病気の治療もそうだと思うし、病気って言っても、やっぱ生命に関わる病気もあれば、歯の治療とか身近なことで言えばね、そういうこともやっぱ時間の無駄とか、お金の無駄っていう感覚になりやすいんじゃないかなって今思ったんですね。やっぱそういうこともふと頭によぎったんだったら、それは生きなさいっていう、生きましょうっていうメッセージもでもあるんですよね。なのでそこは思い切って時間とお金を使って歯の治療とか、あとはなんだろう、鼻の治療、肌の治療とか、いろいろ多分身近な自分が気になってる治療とか、あとは髪を切るとかもそうだと思うし、なんかそういうことにどんどんお金を使っていこうってことですね。はい、これはすごい出方をしました。太陽の正位置と、あとです。死神ですね。死神逆位置です。この死神っていうのが、何かが終わるとか、もうそろそろ終わりますよ、逆位置なのでね、もう終わってますよではなくて、そろそろ終わりますよってことを言っていて、その今自分が気になっていること、お金を使うことに躊躇していることに対してですね、それはもうどん使っていくと未来は明るいよと言っていて、使わないとこの立ち止まったままだよってことを言ってます。そうですね、この未来というのは動いてこの作り上げていくものなので、だからそのまま自分が変わらないことには未来も変わりませんと。もっと豊かになりたい、もっと良くなっていきたいとか、そういう思いがある、でお金を使うことに躊躇をしてしまっている、そういうことが今心のどこかに引っかかっているのであれば、どんどんお金を使って、どんどんお金を捨てる勢いで使って、で、未来をより良くしていきましょうよって言っていますね。このことですね、その未来なんですけど、未来がすごく明るいんですね。この龍神様のカードからもですね、この龍光の龍様が光のギフトを与えてるんですよ。なので、もう本当で、太陽のカードっていうのも、もう最高のカードなんですよね。タロットカードでいう、もう二重丸丸三角でこの分けたとすると、二重丸に入るぐらいのかなりいいカードなんですね。なので、その未来っていうのを掴まない手立てはないよと、ぜひその未来を掴んでいってほしいって言っていて、そこには必ず光が差してるから、だからお金を使うことにをためらわず、
どんどん、未来を掴んでいってほしいというメッセージをが今入ってきました。はい、ではですね、ここで曲をお届けしていきたいと思うんですけれども、はい、本日お届けする曲がですね、私にしては珍しく最近の曲なんですが、息子が好きでよく聴いてるんですけど、私もこの曲大好きになりました。ちょっと歌っている方のこのなんていうんですか、アクセント当たっているかわからないんですけれどもすいません、友成空さんで鬼の宴です。友成空で鬼の宴でした。はい、では本日のチャネリングメッセージのおさらいをしていきたいと思います。まずテーマがキングオブペンタクルスの正位置とファイブオブカップスの逆位置、はい、この2枚からですね、テーマがお金は失うものじゃですね。はい、なんでじゃーって言ったのかわかんないですけど、なんかこのペンタクルスのキングさんがなんかそんな感じで言ってるんですよね。ペンタクルスのキングっていうのはお金
この物質世界の王様なので、まあ、貫禄もすごくあって、なんかそういう風に今聞こえてきたんですよね。お金は失うものじゃ。はい。で、なぜそのテーマになったのかっていうのが、龍神様からですね、幸運龍様、光のギフトで生命の光を受け取るのじゃ、いらないものは手放すのじゃっていう内容からですね、お金よりも命が大事ですよってことです。それはどういうことかっていうと、命っていうのは私たちが生きていくっていうことですね。で、生きていくことに対して、お金を使うのは当たり前のことで、病気だったり歯の治療だったり肌の治療だったり、そういうことにね、お金をや時間を使うことに躊躇しないでくださいってことですね。で、さらにメッセージとして、ホワイトヌーメンさんのカードから太陽のカードの正位置とデスのカードの逆位置が来ました。で、この2枚からですね、お金を自分のためにしっかり使っていくことっていうのは未来は明るいことですよ。で、使わないでいるとそれはそこで止まったままっていうことになりますよ。未来は動いていって掴んでいくものなので、しっかり自分にお金を使ってあげて明るい未来を掴み取っていきましょうっていうことでした。で、途中ね、前半の時に赤ちゃんをこの出産するとかっていう話もちょっとだけしたんですけれども、あくまでいろいろね、個人差があっていろんな理由がそれぞれあると思うんですけれども、やっぱり未来をつないでいくっていうことは出生率っていうのはすごく大切なことなんじゃないかなって思いますので、どうしてもやっぱ経済的な理由でとかなかなかね、この出産すると仕事も休まないといけないしとかいろいろあると思うんですけど、本当に私がちょうど出産した時って境目だったんですね。この、自治体というか、国とかの制度とかがこの子どもの医療費免除とか、あとこの保育園が全然足りなかったのが保育園がどんどん増えたりとか、本当にすごい境目だったので、私が出産する以前の方とかって本当に自分たちでこの費用を出したりとか自分たちでお金を時間も作ったりとかして本当にすごい子育てされてきたんだなって感じるんですよ。で、やっぱりそれをね、経験した方っていうのはその経験があるから言えることでもあって、今ねその情報だけでなかなかその不安でしかないっていう方がもしいらっしゃるのであれば、これはねきっといざその世界に踏み込んでみるとやっぱりこの時はちゃんと流れていくので、でそれに見合ったお金もちゃんと必要に得られて必要に使っていくことができるので、本当にねそこは自分でしっかりこの足をね踏みしめて、未来を歩んでいってほしいなって思います。はい、では最後にですね、ルノルマンカードからメッセージをもらって終わりにしたいと思います。ザ・ムーンですね。はい、ロマンチックカードが出ました。なんか自分に酔いしれてっていう言葉が入ってきたんですね。で、ムーンっていうのはそのロマンチックっていう意味合いからやっぱこのね男女のそのリレーションシップですね、そういう意味合いもあるので、愛を育みましょうっていうことですね。一番はそこからです。はい、そこからそのちゃんと自分たちが
ね、安心して暮らせていけるようにちゃんとこの高次元の存在も見守って導いていくよっていうメッセージを今受け取りました。何かの参考になると幸いです。はい、では本日のチャネリングメッセージは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。何かピンときたことや気づきがあると幸いです。メッセージは必ずしも受け取らなくて大丈夫ですよ。今日この番組に縁があったことで、今後のあなた様の日々に光が差していくよう願っています。ありがとうございました。またね。78.0